どうですか皆さん。今回どうでしょう、えー、?2019 年3月の25日、21時21分です。見えてたら教えてください。なんかちょっと、あの、ビンゴ大会でバグが出てますね。よろしくお願いします。はいワード2 あ,あ、コメント出ないな、やっぱり。おかしいね、バクってるな。青が似合う、ありがとう。接続悪いね、ちょっとね。どうしたんだろう。まあ、もうまったりやりますか。まあ、あの、コメントがあったら、あの、答えます。ブルーにしましたね。このままでいきましょうか。もうしょうがないんで。じゃあ、あの質問があったら、あの拾っていきます。 ちょっともうそのこの話4時間ぐらいやってるんで、あのもう1周したら終わりにしたいと思います。多分1時間ぐらいですね。まあそういうことなのかもしれないね、ヒマラヤさんね。いや、俺はそういうことなんだと思うよ。そういうことなんだよ。だ神様が注意してるんだよね。<laughs> そういうことなんだよ。 ありがとうセブンさん手の中に見た宇宙は何だったと思うそれは僕が何だったのかを定義する必要はなくてシャムさんにとってあの何だったのかっていうことだと思いますねシャムさんが何だったのかを定義化するっていうことかな 何だったのかシャムさんが知ってるはずなんですよ <laughs>。うんまあそれでも伝わるはずだし言ってる意味わかりますよね。言ってる意味がわかるはず。 ああ、ぞえさんありがとう。はトごくありがとう。うん、なるほどでしょ。いや、だから、本物と偽物が分かるっていうのは、そういう。田中さんいらっしゃい。うん、ただ、もっとディープなところに僕はダイブしたと思いますね、多分もっともっとディープなところに行きましょう。多分入り口にはもう入ったんじゃないかな。 ありがとう。バカ。ありがとう。もし不死身の世界が来たら残酷だね。あ、いや、来ないですね。人類に不死身の世界は来ないですね。来ないです。 こっちの世界ででは来ないです向こうは永遠だから時間がないからおおチャムいらっしゃいお疲れ、うん、アカシックレコードってよく知らないんだけど仮に瞑想でアクセスできたとしても和堂と自分が体験するもの違うもういやいやいやそういうもんじゃないですねタクトさんあの <laughs> 全部教えてくれるんであのもうもう知ったら分かりますあのこれだってなんでかっていうと全部教えてくれるんですまたいけるっていうか死んだら行くんであそこに全員がだから大丈夫だよって どっちにしろ行くことになるんでここにいる全員っていうか全人類体験するんでただ帰るだけですあそこにえっと体験するものは違うものではないですね同一ですね同一です ドラマのロストは見てないですね。見てないっす。いや、これ話すなってことなのかな。もうやめとけってことかもしんないね。ありがとう、スーパークリックさん、ありがとう。やめようか、この話。 シラーもお釈迦様ナイチンゲールポルポトのような人もみんなそこにいるってこと全員だね全員っていうか人だけじゃない全て今また思い出し放だ人の中に細胞血管の中にも入って体内の旅もしたああ <laughs> 天使いる結論から全部言ってくいるあ同一なら現在の知識とか記憶にとらわれないってことえっ、ー、と すごく重要なことは俺らのこの器っていうのは器はみんな違うでしょう頭いい顔がいい美人足が長い色が白い黒い頭がいい悪い速い遅いこれは器の問題であってえっ、ー、と言語とか脳で知るとか考えるとか感じるとかいうレベルの話じゃない。 帰る時のそれぞれの年齢はあの人が決めることこれらが決められないことこれらがコントロールできることじゃないでも確実に言えるのは全員帰る OK 聞こえてんのかなこれ。 記憶っていうかまあ記憶もそうなんだけど全部つながってるだけだから、えー、いやいやいや帰ってくるなじゃなくて俺は向こうに行ってどうするか考えてでもどうすることもできないっていうことをもう知ってたから考える必要とか,か感じる必要もうただそこにあるだけなのだから受け入れるか受け入れないかっていうだけ本当はこの世界器の世界では ヒントがたくさんある痕跡がたくさんあるでも見えてない、えー、やっとわかった帰ってきて先人たちがいろんなアプローチで残してる記録をでも俺らは気づけない隠されてるのかもしれないしそれはわからないけどとにかくどこにでもあるすぐそばにある 知識とか記憶っていうものが何なのかっていうとうん音楽を奏でる料理を作るセックスをするゲームをする何か全部の生きてるあなたたち我,我々全部がそこにたどり着くためだけのことです答えはそこなのゴールはうーんああよかったねシャムさん、うん あもちろん無駄だっていうことは分かってるから大丈夫よ。GN さんありがとう。でも大丈夫あの。いつかこれが分かる時が来るから。ただの遊び。 知学とか物質なら現在の部屋は高次元の投影とかいう理論はああ,ーあーそうかもしれないタクトさん要はねこっちが嘘の世界なのあの次元を5次元だか4次元だか分かんないけどもっともっとすごい無限にあるのそれを強烈に受け取るだからだからこっち側はね 映画館のスクリーンみたいな感じ。えもちろん立体なんだよ。もちろん今、俺らが感じてる通りなんだけど、これが薄いの。薄いというか、こっちが本当の世界じゃなくて仮の世界。だこの世界は夢、俺にとっては。夢そのもの。 うん、ある教えで人間死んだらこの世で生きてきた諸行の行いであの世に行く場所が決められてるって子供の頃から教えられてきたんだけど大人になった今でもそれが恐怖になったそれはねこっち側のルールの話あの本当は行く場所みんなが行く場所は同じ場所なんだけれどもそれじゃあこっち何でもありになっちゃうじゃんまあ朝原が実際やったことなんだけど朝原は残念だけど向こう側に行ったのねでも その時にあいつは麻原は自分なりに人類を救おうとして殺しちゃったのだからそういう風にならないようにこっち側の賢人たちがルールを整えたのだから要は嘘ついてるだからこっちでいい子にしてなさいって教えてんのこっちのルールが崩れるから朝原は朝原なりに救おうとしたっていうのが分かったうーん ひい,いおばあちゃんはだから見えてたんでしょう片足突っ込んでたんだろうねでも彼は彼なりの彼の器を持ってだからひどい体験を受けたんだと思うこっちで言うところないがしろにされてボロボロにされて石投げられて汚い言葉もしくは誰からも相手にされなかったかもしれないだから救わなきゃってなったんだろうねヒトラーもそうだろうねヒトラーは向こうに行ってないヒトラーは見えてない 人はあんま向こうに行ってないそもそも向こうに行く手段を探してた鍵をでも彼は見つけられなかったのっぴきならないってどういうことだろうこっちが仮の世界なら瞑想で会う人とか会った人とか記憶のことしか体験してなかったんだよね えっと、こっちが仮の世界なら瞑想と会う人とか。ああ、ああ、いや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 。<laughs> あのね、あの、拓トさんいいとこついてくるな。違う。この世界の全ての現象とか、全て、要は、記憶の話でしょ違う違う違う。要はね、これが全部嘘なの。もっとすごいの。 あいや分かる分かる要は脳の中に詰まってるデータをリフレインしたのかって感じだよそんなレベルじゃないだからも,もっともっと膨大もちろんその知ってるものも知らないものもだから全部よ、うん、その理由が大事じゃなくてなるようにしかならないってことね俺が言いたいことは世の中には自然災害とかえっ、ー、と大量殺人とか 格差とか貧困とかいろんなことが起こるでしょさんで人間のルールでは許せないこと起こること悲しいことなのでも宇宙とか全てとか神様から見ると昭和なの全部が人間の都合で言ってるのわ <laughs> かるわかるかなだから朝原がやったことですら すごく小さいいことととももっっ深い大丈夫あのみんな救われてるあの朝原も救われてる悲しいけどでも朝原に殺された人も救われてる大丈夫レッド・イット・ビーじゃないなイマジンすげえと思ったイマジンとラブだね俺は要はビートルズの頃はまだ悟ってない、うん、そのあとだねジョン・レノンは、うん、確実にイマジンは向こうのことを歌ってるうん いやー違うんだよ。あのね人じゃないの。人は人間なんだよ。合うっていうとねあれなんだけど、うん。だから言語では説明不可能な。光なの。光そのもの。いや、うん分かるよ。俺もそうだと思ってたから。でも全員救われてるから大丈夫。みんな幸せになってるから。うん タクトさん、俺の枠さっきの枠前から見ると分かるよ、うん、あ分かんない神との対話って内容知らない <laughs> 今を生きるしかないそうそういうこと。 あったかい。あったかい。すごくあったかいよ。うん。でもね、その運命で割り切れないのは俺らの捉え方なのね。俺らの器があるからの。あー、OK。録画残しておくね。ちょっと今やっておくよ。公開にしておくね。この話は。4時間、最初の方の方が多分いっぱい語ってると思うから。 ちょっっと待って公開にしとくよ。ちょっと待ってね。これを変更する。非公開を。これを。公開した、うん。もしよかったら見といて。タイムシフトさっきの残しておいたから。これが続だから 2, 2話目だね。 あの世に行く場所は同じってあの世はどんな世界なんだろうって気になってくる想像もしてないものだね言葉では例えられないあの <laughs> すごく幸せなところだね意識が私でそれがすべてううん、うん、違うよみんなが現実だと思ってるものっていうのは仮の姿だってこと のんちゃんでいるときこそが市場の幸せだとは思わなかった。その幸せと今回感じた幸せは別なのかな難しい。ああごめんね。のりこと出会った意味もわかった <laughs>。のりことなぜ出会ったのかもわかった。 意識がむしろフィルターだねむしろ邪魔なものだねうーんとねなんで帰ってきたんだって思ってるさっきも言ったんだけどカオスが言ってたの交通事故で苦しんでる時転換の副作用で「やっと行けたんだよ」って言ってたカオスは「なんで返すんだよ」って神様に怒ってた意味が分かった「やっと俺は行けたのに」 なんでだって言って珍しく怒ってる時の配信があってそれがよく分かったね <laughs>、うん、全部つながってるよ意味がないことなんか一つもない、うん、あーいや孤独じゃないよ大丈夫湯たん大丈夫 俺らは一つ嫌かもしれないけど <laughs> やっと気づいたあーそうなんだ2人いる扉は開かれて 閉じて戻ってきました <laughs> ってことはあの今まで別れた彼女に喧嘩感謝しなきゃ全部に感謝全部に感謝で全部にごめんなさいと全部にありがとうあの紀子の,のことだけじゃないリスナーに対してひどいことを言ったのも気づいた <laughs> あいつら俺のことを助けようとしてたんだって俺が拒否したんだよねだから傷ついて去っていったんだよく分かったもうどうしようもないけどね もし戻ってきたらごめんねってありがとうねって助けようとしてたんだねってそういう感じいろんな方法でいろんなことを助けようとしてた俺のことを無意識に意識はしてないかもしれないでも俺はそれを拒否したいろんな人に配信始める前から そういういこと全部つながってる <laughs> いや俺は震えたよ喧嘩して別れたことじゃない彼女は扉を今開こうとしてる もうすぐ開くよ彼女にとっても俺はきっかけだから俺は彼女のおかげで俺は近いところまで行けたし今度は俺が「なるほどね」ってつながってたんだってこと彼女は開くでしょう 人類はいつまで通過さっきも言ったんだけど未来のことは不確定で俺らの器を持ってる俺ら俺らのちっぽけな器ではこの世界はコントロールできない神様の調和神様のルールで動いてる俺らは何もできないよ 受け取るか感じるか喜ぶか見るか聞くかその程度だから素直に受け取ったあがい,い,と思う足掻いてたのはさっきも話したんだけど要は「なんで俺が貧乏なんだ」「なんで俺は顔良くないんだ」「んでモテないんだ」とかあるじゃんいろいろ「んで頭悪いんだ」って「俺の器が小さい」これを認めたくない。 だからパソコンが欲しい映画が撮りたい有名配信者になりたい芸能人になりたいとかでもなれないだからイライラするだから拒絶する本当は映画が撮りたいんじゃなくて本当は本当のゴールをだからそこなのねそこが本当のゴールだ,だけどこっちの世界でこの現実をありがたく受け取らないからどんどん欲が暴走していって だから現実が乖離していくだから人からげあの人に冷たくしてしまう気づかない殻にこもっていく鬱になるー病気になるそういうことだと思うだからあがかないで俺は受け取ろうと思った、ね、全部をただ感じてただ見てただ聞いてただ感謝していく思って。 その程度しかできない。その時に美しさを感じた。 菩薩ではなないかな <laughs> 菩薩は修行中だからね完全にブッダだったねあの時は。涅槃に着く前の偽涅槃泊まってる人もいつよねいつよね,いつよねどうやってその人たちは気づくんだろうか死んだらだねだからブッダは無駄なのブッダはめちゃめちゃ優しいよ本当に俺らのことを。 俺らのためにテキストを残していったかんね無駄なのに超優しい難しいねでもうーん難しいねまあ何かしら意味があるんだと思ってるけど なんか神様が考えてんじゃないのうんいやーいたずらはいたずらがすごいけどものすごく優しい神様神様に会ったらぶん殴ってやるよって言ってたの覚えてる俺が日本人間代表で神に会ったらぶん殴ってやるってそんなもんじゃなかったわ 殴られたつが殴られたどころじゃないよとんでもなく優しく抱きしめられた <laughs> 頭撫でられたね <laughs> でもケンさんの言う通りだよ自分を受け入れた時開くんだと思うよ正しくね 諦めるとかじゃなくて逆らえないことを知っちゃったから受け入れるしかなないいの選択肢がない <laughs> だから答えってそういうことなのよ。 諦めるとかじゃない <laughs> そういう次元じゃなくてなるようにしかならないんだっていう <laughs> だから絶望も含まれてるよっていうか全部その幻だから <laughs> まあでもなんだろう 何かあるんだろうね俺らには分からない今は閉じてるから分からないけどあいやあのね仕事をやっても別にいいんだって思えるようになった <laughs> あの別に何をこだわってたんだろうって。 あゆいさんお疲れあのね夢が叶うとかじゃないのよだからもう一回言うね f 4さん全てはそこに帰るのが目的なのね <laughs> そこがゴールなの誰かが好きとか夢を叶えるとかお金持ちになるとかじゃないの <laughs> 全部がそこに行くためにのプロセスなの そう、わかるだから夢が叶うとかじゃないのだから全員夢が叶うの <laughs> うの、ん、わかる、うん、あの世にじゃない神様に会ってきた仕事やってもいいね全然何でも受け入れるよ こ,こに行くまででの暇つぶしでもあるんだけど実はこの世界はものすごく美しいよっていうどうせなら気づいた方がいいそういうことだねうんそういうことだね。 抗うことよりっていうよりも抗うことができないっていうことを知ったから全部つながってたことを知ったからただ正しくさあのなんだろうね <laughs> 一枚の絵を見たのもう一回別のアプローチで言うと一枚の絵を見たの引っかかってた何か変な絵だったでも何度も見た何度も見た 何かかかが引っかかるでも見えない向こう側に行った見えた全く別のことが書かれてたそういうことです瞑想ですね一言で言うとそういうことつまりここに全部書かれてる みんなのの日常の中に全て答えがあるヒントっていうのかなものすごく近いところにあるでも気づいけない、うん、絵だけじゃなくてそれが全てなのあれもかこれもかカオスもうそういうことかとかまあ分かる範囲で言うとカオスとか「アインシュタインこれやってたんだスティーブ・ジョブズこれやってたのか」 レオナルド・ダ・ヴィンチずっと言ってるじゃんとかあの絵そうじゃんとかあの音楽ってうわーってもうずーっと無限にうわーわうわ俺あーあーブッダーとか全員に合う、うん、喜び驚き優しさ歓喜幸せ 究極ニルヴァーナ。無限。知識じゃない、体験かな、器は。アートマン、器は。 これじゃ島津孝光33年間でそこがまず赤ちゃんのお腹の胎児の頃から要はそこから来たところから始まって要は死んだ33歳で死んだわけじゃんあのぶっちゃけた話もう知ってるの死んだのね死んだんだ俺一回で <laughs> 全部つながってるの この器の器話よでもっと深いところにダイブするとここだけすらでないじゃんっていう全部一つの全部だからマンダラっていう書いた人いるけどマンダラもヒントなのマンダラってああってだから俺らは一つ <laughs> 今はバラバラでよこの世界ではこの器器に入っちゃってるからバラバラだけど もともと一つどころか死んだ人も含めて全部一つこの宇宙が一つだから <laughs> 怒りとかない怒りも悲しみも何もないだから怒りとか悲しみとか負のバイブレーションっていうのは全部自分この世界でこ,この自分を受け入れないからの要は 理想の自分とかなりたい自分とか嘘ついてるから受け入れられなくて反発してるだけそう一つに戻るそう, <laughs> う<ん笑>いや今は閉じてるよあの誤解しないでほしいんだけど今は閉じてるのね俺は記憶を持ち帰ってるだけだから生まれ戻っただけだからそこは誤解しないでね釈迦とキリストはこっちで開,き開いたり閉じたりしてんだけど 俺はそうじゃない光との対話えなんだ一つの光で分離することをあだからその人は向こう側に行った人なんだよそれをテキストで持ち帰って書いたんだよ俺はもう読む必要すらないのよ <laughs> だってそれが本当か分かるもんだからそれは山田与太郎さんにヒントを与えてんのだからつながったんでしょ俺の話とその小説書いた人がつながったんでしょ それを体験するからあっちで「うわ!」ってなるから「うわ!」ってなるから「和堂と会ったのこれなんだ!」って「うわ!」ってなるからであいつ嘘つきじゃんとかわかるから <laughs> そうそれは俺の世界じゃないのいや山田与太郎さんあのね世界もわかるようんうん あそうジョン・レノンのイマジンだね、うん、イマジンは向こうの世界を歌にしてる少しねこっちの話のベースもあるけど間違いなく向こうの話をしてる、うん、何もないって言ってんのもな本当の意味がわかる本当の絵何を描かれてるかわかる何を伝えてるかわかる本当の意味をわかる いやだからレッド・イット・ビーツがもうもう違うのよ明らかにうんうんなん向こうの話世界になって生きていくんだっていうの向こうの話 <laughs> だから俺らは知ることしかできない感謝するしかない レッド・イット・ビーはもがいてるねあの苦しんでる俺が「感謝なんてない!」って言ってんのと一緒あのジョンが苦しんでもがいてる理想の自分を歌ってるだから響くイマジンとかラブとかビートルズ解散した後に持って帰ってきてる いやいずれ達する時間がないから向こうにはだから先とか後とか誰が偉いとかじゃないもともと俺らは一つなんだから単ミみんありがとういずれ知るだけで先人たちも先に知ってるし、うん、順番に意味なんてないよ 奇跡の出会い本当にそうなのだからその奇跡をないがしろにして自分が苦しむことになるのかこうやって喜び合うのか <laughs> どうするかはみんな次第なの俺次第なのこっちの世界ではだから俺は <laughs> もうどうしようもない <laughs>、うん、だからうん 何もすることはできないあのねさっきもルシファーについて教えてっていう質問があったのすごくいいこと言うルシファーはこっちの世界のトップなのでもルシフルすらも神の一部なの器の世界のトップ 欲望の使い方を知ってるルシュフルは <laughs> でもねう,ん,どうするかはみんな次第だようんいやあのね結局言葉を使ってるから情報が劣化してるのね次元すらも劣化して言葉でさらに劣化してるからだから結局俺が言ってることはいつかみんなには伝わるしいつかこれかってなるんだけど結局言葉でも思考でも考えでも 電気情報ですらないのねだからもうそういうレ,レベルじゃないから結局全部知れるから全部答えくれるからだからあのその時が来るまでこの情報をみんながどうするのかみんなに任せるよ。病気和道が狂った